どんぐり FM。 ラジオネームまるちゃんさんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。憧れの職業はありますか？ちょっと初っ端から大事なとこ噛んでて聞こえなかったわ。ラジオネームまるちゃんさんからのお便りです。ありがとうございます。憧れの職業はありますか？ほう、なるほどね。うん、憧れていた、今も憧れている、両方に取れるんじゃないですか。これは憧れか、こういうのやってみたいなってことか。そうそう、なんだろうな、なんだろう、憧れじゃないですけど、どんどんなくなってってるのはあるな、逆に。あ、そうなの。例えば、うん、なんか、いや、ないですよ、ないですけど、芸能人とかかっこいいなみたいな、お笑い芸人とかいいなみたいな、はいはいはい、はい、ま、ないですけど、うん、でもそれがこれぐらいになってくると、まあ周りにも芸能人っぽい人と会うこともあり、うん、それのいろいろ見ていると、いやーすごく大変な職業でそれやんの嫌だなみたいな。そもそももう慣れないってものが増えてくるよね。あ、そうそう、プロ野球選手はもう慣れないしっていうね。うん、だから憧れで言うとあれじゃないですか、慣れないから、うん、今、あ、そうそう、慣れないから憧れるっていうのあるんじゃないですか。プロ野球選手とか、まあ、うん、うん、宇宙飛行士とか分かんないですけど、うんうん、慣れるなら憧れずになれよって話なんで。慣れちゃうと憧れないか。そうそう、総理大臣みたいな。うん、なんかあります、なるみさん。あれ、僕前話したかもしんないですけど、うん、雑誌で連載する人になりたいですね。雑誌で連載する人、紙だけなんですよ。ほう、何でもいいですけど、ほんと何でもいいけど、ウェブにならない連載をしたいっていう。ほう、うん、なんだろうな、例えばですよ、よくコンビニにクロスワードパズルみたいな雑誌あるじゃないですか。うん、ああいうほんと雑誌の中間ぐらいのページの白黒ページのほんのちっちゃいところに毎月書く人みたいになりたいですね。へえ、なんでウェブじゃダメなんですか？ウェブはなんだろう、もういいかなっていうね。なんか雑誌を買った人が別にそれメインじゃないんだけど、うん、なんだかんだこのちっちゃい連載の枠見ちゃうなみたいな。それって30年前40年前とかは、結構50年前とかは全盛期だったかもしれないですけど、うん、30年前とか40年前か、どうやって測ってたんでしょうね。もう完全に編集長との仲良し度合いだけでしょ。なんだろうね、そういうのってね。だってフィードバックないから。そうそうそう、うん、なるみさんが書いたこのコラム良かったですねみたいなの、編集長が何勝手に言うだけでしょ。うん、なくない？何の効果作用もできないからね。惰性で続けるとかなのか ね。でなんで続けるとかはさ、うん、あ、そうそう、人間関係、ウェブはさ効果作用できちゃうじゃん、 PV とかさ、うん、何シェアとか。なるみさんの記事だけシェアが少ないんで、ちょっと、そうそうそう、今後、まあいいも悪いも分かっちゃうんだけどさ、うん、よく分からん媒体もいいなと思ってね。はいはい、なるほどね。うん、へー、でも文字書く系なんすね。うん、憧れの職業な、なんだろう、昔の憧れの、なんだろう、本を出すとかはなんか気づいたらクリアしてるし、なんだろうね、どっかで記事書くみたいなのもクリアしてるし、うんうん、なんか紙の白黒ページにちょっとしたコラムを書きたいみたいな欲がありますね、僕は。残ってるのは、うん、憧れか、むずいな。実際じゃあなるって考え、例えばバンドマン、うん、音楽でみたいな、なんかそういうのかっこいいなと思うんですけど、まあ、でもそれやりゃいいんじゃんってなるよね。まあ、やらないしやれないでしょ。けどいきなり今ポンってそこの、うん、何ポジションに行ったら、まあ面白いっちゃ面白いかなと思うんですけど、いやー大変だよな。でもそれさ、何をやっても大変だよねってなるよね。大変さが何だろう、そういうアートというか脳内創造系は結構大変だな。それさ、ほんとしょうもないなそれ。何でもそれ大変だなで終わっちゃうからさ。そっか、うん、楽だなだと多分憧れないんじゃないの。あそこのコンビニいいなみたいな、の夜勤いいなみたいな。そうそう、うん、いやコンビニ夜勤めちゃめちゃ大変だと思うんだけど。でもなんかあるじゃないですか、あの一人しか来ませんみたいな。はいはいはい、すごい田舎の。いや辛くないそれ、延々とさファミリーマートでさ、うん、合宿免許はワオっていう中、客が来ない中ずっと品出しすんだよ。そうなのかな、あの勝手にファミチキ食べてればいいんじゃないですか。ダメ。全然ダメだよ。っっ後ろでヤングジャンプ見てればいいんじゃないですか、新しいやつ。いやー、いや僕の友達は結構コンビニバイトしててさ、夜中遊び行ったけどさ、うん、大変そうだった。結構話しかけるんだけど、いや今忙しいからみたいな感じで。へー、憧れの職業ね、なんだろうな。例えば僕ラグビーやってたんで、うん、そのままラグビーのね、すごいプロで、みたいな、うんうんうん。なんかそういうのは、それはそれでかっこいいなと思いますけどね。だってそういうのって、もう、
何万人何十万人何百万人が何百万人もいないかもだけど憧れてたけどやっぱちょっと自分は向いてないからやめたやめたっていう脱落ゲームの中でずーっと何中学校で一番ホームラン打てましたみたいな、はいはい、で高校で一番打てましたみたいなで大学でもこの年になってプロ野球見るとさ、うん、本当にものすごい頂点の中の頂点なんだなっていうのは実感できるよね。ね、だって野球なんて僕らですらもキャッチボールとかかすってたわけじゃないですか、うん、で中学から高校までずっとエースで4番打ってた人たちがさそう競ってさ甲子園のさらに出場してるさ、うん、すごい選手ばっかがさらに集まってそれでもプロになるんですよね。ずっと2軍で試合出ないまま終わるっていう人がいるわけだよね。すごいですよね。1軍に上がって試合出るだけでもすごいんだよね。すごいすごい。出続けるってのはもうほんと神がかってると思う、うん、10年でいるとかね。ね、その中のもう工藤じゃないやとか一郎とかもなんてもうわけがわかんないですよ。わけわかんない世界なんだよね、うん、で清原とか松坂とか高校出ていきなりあんだけ活躍するってのはもう異次元の世界だなと思うよ、うん、よくあるのが話聞くのは結構僕の周りでスポーツ系の人何人かいたんですけど、うん、地元の小学校中学校ですごくてそういう人ってスポーツ推薦で高校行くと、うんうん、もう何今まで自分が一番と思って入ったら、うん、最下位近いのみたいな、うん、それで結構辛くなる。いやあと話聞いてて面白かったのは開成とか灘とか、うん、筑駒とか麻布みたいな頭いい高校いやまあなんか双葉とか JG みたいなそういう頭いい高校に地元の小学校で一番だった子が行って、うん、全然何自分よりも頭いい人たちがいっぱいいるとグレる人多いらしいですね。あ、そうなんだ。なんかもうやだっつってへー多いっていうのはちょっとこれはかなりちょっとふわっとして主語でかいんですけど、うん、でもその気持ちはわかる気がする。スポーツでもねなんか一番だったって言われてたのにまあねいきなり最下位になっちゃったら僕の親戚に中学高校から灘の人いるんですけど、うん、なんかすごい話してて印象的だったのが、うん、普通の公立小学校から灘中学入った時に、はい、やっと話のレベルが合う人がいたって言ってたんですよね。うわーすごいなと思ってはいはいどんな小学校生活を送ったんだろうと思ってね、はいはい、別に嫌な人じゃなくてすごい感じのいい人なんだけど、うん、ほんと心からホッとしたって言っててねあそういう世界なんだなと思ってなんか異次元さを感じたんだよねそういう話を聞いて、はい、でもそれってなるみさんも高校行ったらそういうのあったとかはないんですか。いやなんか今までは結構動物園みたいだったけどやっと話通じるなあ、まあ、だんだんさ受験とか減ると似たような人ばっか集まっちゃうからうんそういう傾向はあるけどね、うんうん、僕は全然ないっすよそういうのはね。うーん、うん、仲いいの未だに中学校の友達はあったりするからさ公立時代のね。へえ、うん、すげえなそれ。むしろ大学時代の友達は一人もいないっていう。へえ、そうなんだ。なるほどね。何でしたっけ憧れてる職業。うん、野球選手とかね。だからその努力を無視し、過去の努力を無視しこの後の努力も無視して、うん、今スポットでワンデーとか、うん、ワンウィークだけだったら、はいはい面白そうですね。もうそういうさ前後抜きにして、うん、ただ今一瞬なるんだったらメジャーリーガーですね。ね、大谷になりたいとかなるよね。いや大谷ちょっとなんかプレッシャーもうちょっとさ、うん、何そんなに落ちる心配もないし上がる心配もないぐらいの人の方が楽しくない大谷はだってもうみんながプレッシャーで疲れちゃう、まあ、大谷は無理やめとこう。リアルに考えると大谷は嫌だよそりゃ辛いよ。いやだからあれでしょ草野球に出る一郎ぐらいが楽しいでしょもうみんなが話聞いてくれてやらしい思考してんなそれだいたいホームラン打てそうだし、はい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 、盗塁したらおーってなるみたいなそしたら僕プロ野球解説者になりたいですねあいいねあれでしょ、まあ、だこうだ言うのを好きに誰だろう昔すごかった人でしょ。そう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 もうダメだ発想がおっさんじゃんそれも憧れの職業がしょぼいしょぼいプロ野球選手じゃなくて解説者の方になるっていう。解説者しかもあとあれね解説者でもある程度、うん、なんだろうコミュニケーションがちゃんと人間関係ができてないと、うん、あいつあんなこと言ってとかって叩かれちゃうと思うんで例えば長島の息子みたいなのになっておけば一茂じゃねえかそれ叩かれないし。あそうだね、はい、僕プロ野球 OB になってフラッとキャンプとか行って若手に指導してでその後普通に解説して行ってさ、はいはい、その選手が、うん、私が今日ちょっとアドバイスしたんですよみたいなこと言いたいですね老害だよもう老害もダメダメもうちょっとそんなの求めてないもう少しさ、うん、大谷でホームラン打ちたいんですよみたいなとこまでは良かったのに良かったのに夏目さんでしょそれ言ってんのかな一郎がいいプレッシャーやだなプレッシャーしかも草野球出るそうっす張本になってサンデーモーニングで
好き勝手言いてえな。やだよ、女子アナが頑張って作ったなんかあの、うん、フリップに注文つけたりするんでしょ。やだよ。もう少しなんだろうな、職業で言うと今野球選手っていうのが一個ありましたね。うん、憧れは、憧れなってみたいなとも言い換えれますけど。あ、でもこの間オリンピック見たからさ、オリンピック出たいなとか思ったよね。うん、ああ、まあまあ頂点ですからね。今回の東京オリンピックはなんかいろいろ微妙な立場になっちゃったけど、うん、本来めちゃめちゃ応援されてさ、はいはい、4年間のね練習の成果を出すわ、あの場所ってやっぱいいなと思ったね。いやーいいですね、確かに確かに、何でもいいからね。うん、スケボーとかさ、あの山登るボルダリングみたいな、ああいうマイナー競技で一気に注目株になりたい。はいはい、ああいいですね。うん、僕はあれだわ。スケボーとかでもいいんですけど、うん、英語ペラペラでオリンピックの選手村行ってみたい。あ、でそれって、うん、世界、ま、あと英語フランス語かな、そんぐらい話せたら、だって世界中の何さっき言ったみたいなスポーツの頂点の人たちと同じレベルでお話できたら結構楽しいかなと思います。英語喋れる不審者でしかないから。あ、いやいや、同じ土俵ではなくない。あ、そうそう、で自分がちゃんとあれですよ、スケボーとかで、ああの自分もちゃんと選手なんだ。そうそう、選手で、うん、なんかそこで話してみたいなと思いますね。そのだってオリンピックでしか話せないですよね、そんなに一堂に会すの。そうだね。うん、面白そう。例えばボルトに、なんでそんな足速いのって聞いてみたいかもしれないし。でもいろんな人にいろいろ聞けるの、はいはい、ちょっと話せるのはちょっと面白そうですよね。うん、なんか今回もすごい朝までどんちゃん騒ぎしてたって言いますけど、まあちょっと英語喋れなかったら厳しいですけど、英語ペラペラだったらすげえ楽しくてテンション上がる気持ちはわかる気がする。うん、じゃあぜひ4年後までに何があるかな。僕なんかあの何ザイールとかなんかシエロラレオネとかに帰化してスケボーとかでね、ね、で全然滑れないけど、うん、出れますっていうハックで叩かれるけど、そうそうそう、あれでしょ、叩かれる時に言うんでしょ、この中で一人でもオリンピックに出たことある人がいるなら私を叩きなさいって。余計ムカつくわそれも。出たやつに叩かれそうだ普通にね。叩かれるわ。そうそうそう、うん、私バルセロナ出てたんですけどっつって、うん、あなたはよくないと思いますよっつって。もう平謝りです。憧れの職業ね。うん、まあそうやってスポーツ系はやっぱりちょっと憧れますよね。ラジオパーソナリティもいいんじゃないですかね。いやー、それ言おうとした、うん、そうっすよね、深夜のね、深夜番組とかをさ持っててさ、はいはい、深夜3時ぐらいに、うん、もう好き放題言うんすよ、はいはい、好き放題言ってたまにスポーツニュースに書き起こされちゃったりしてさ、ヤフーコメント荒れたりするんだけど、はい、まあ気にしない。まあでも聞いてる人はわかるよねみたいなね、うんうん、そういった我関節的な感じがいいんすよね。いやー、それそうっすね。僕昔東京 FM の山田久志のラジアンリミテッドめっちゃ大好きだったんですけど、うん、大昔めちゃくちゃ面白くて、ほっなんだっけな、夜中聞いてて爆笑したんですけど、山ちゃんがすごいあのリスナーが、うん、今北海道ですなんか秋田ですめちゃくちゃ寒いですみたいなこと言ってて、ちょっとじゃあ上脱いでみて、そで玄関のなんか外出てみてやばいですみたいな、なんかその隣の家までどんぐらいあるみたいな、何メートルぐらいありますみたいな、ちょっと行ってみようかみたいなね。さ、やばいです寒いですみたいな時がすげえ爆笑した覚えがあって、そういうね、それさ、その瞬間クソ面白いわけだよね。クソ面白かったですね。後でリスナーに対してそういったことをするのはどうなのかみたいな感じでね、炎上しちゃったりしてね。その頃は牧歌的な時代だったんで、うん、炎上するものがなかったんで、ネットもないみたいなね。そうそう、だからそういうのできたんですよね、そういうの、うん、いいっすね。そう、そういうのいいよね。めちゃくちゃお金持ちになって一番組買い取ればいいんだよね、枠を。ラジオ今そんなめちゃくちゃお金持ちにならなくても結構安くいける気がするな。まあでも言ってもお金はいるんじゃないの、そこそこ。わからんけどね。なるみさんと僕で半々出して深夜のめっちゃどうでもいいの一社提供やってみます。一回ぐらいできるかもね。あ、でもね、僕昔まさに東京 FM にあのスポンサーしたいですっていうのを、うんうん、出した時なんかめちゃくちゃ安かった気がするんだよな。あ、そうなの。いくらぐらいなの。100万とか。そう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 。あ、そしたらあれか、1人100万ずつ出してスポンサー枠を買い取ればいいのか。夏目くとなるみのドドドドドングリヘム。でさ、さあ今日もやってまいりました。 CM は適当にあのなんだ、花歌果実ですみたいな流しといてさ。そうそうそう、うん、一回入れたいですね、そういうのね。いやー、ワンクールで終わるね。うん、ワンクールつうか1、2回しかお金は持たないと思うけどね。ちょっともう結構昔なんで、うん、全然正しい情報じゃないですし、うろ覚えですけど、媒体資料取り寄せてもらっていいですか。出したい。毎回あのポッドキャスターをゲストに呼びましょうよ。
うん、いいっすね。ゆとりこたちの卵のかりんさんです。明太子さんです。今日はなんと宮川さんですみたいなね、最終回はみたいないいですね。サンフランシスコとつながっております、うん、それ結構憧れじゃないですか。なんかそうだったのかな。そうか、そうだね、うん、いいっすね、ラジオ DJ ね、うん、なるほど、憧れの職業いろいろありますね。もしねこれ聞いてこの職業いいなとか、私はこの職業が好きでしたみたいなのがあれば、ハッシュドングレーフィもつけてツイートしてみてください。僕は多分ちっちゃい頃のなんかなりたい職業ブドウだった気がするな。僕もね、覚えてるんですよ、小学校の卒業式で、うん、なりたい職業みんな一言言って、なんか壇上で、はいはい、で卒業証書もらったんですけど、僕ね図書館書になりたいって言ってましたね。かっこいい。いついついつそれ。小6かな。あ、図書館が好きだったっていうのもあるし、あ、かっこいい。あとめっちゃ楽そうって思ってたんですよ。僕小6はゲームクリエイターとかだった気がするな。あー、ゲーム好きだからね、小学の時はね。ね、わかる。あとは釣りのプロとか言ってた気がする。うん、いやいやいや、憧れの職業ね。はい、と、あと、もし憧れの職業ない方は、ちっちゃい頃になりたかった職業を、ハッシュドングレフムで投稿してみてください。